この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日は GPU を増設したラズベリーパイ5で生成 AI が実用的な速度で動くのか検証します。具体的には LLM を使った生成 AI を動かして推論の速度や消費電力をベンチマークしてみます。過去の動画でラズパイを使った生成 AI のプロジェクトをいくつか進めてきました。ラズパイの CPU だけで生成 AI を動かしたり、ラズパイを強化するために GPU を外付けしたりと、そんなことをやってきています。そこで今日はこれまで蓄積してきたセットアップのノウハウを総動員して LLM を使った生成 AI をラズパイ5プラス外付け GPU の環境で動かして、どれだけ高速に動作するのかを検証していきます。ラズパイで生成 AI を使う時のボトルネックなんかも考察していくので、ぜひ最後まで見てください。その前に今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。ディジキーは電子部品を販売しているんですけども、そんなディジキーの日本語公式 YouTube チャンネルが今年の5月24日に開始からなんと4周年を迎えます。これを記念してディジキーではプレゼントキャンペーンを実施するのですが、なんと今回はそれだけではありません。チャンネル登録者数も6万人を突破したことを記念して、なんと2倍の規模での開催となります。先日先行実施した第1弾のキャンペーンでは、なんと数百人もの方に応募いただきました。ありがとうございます。現在は第2弾の応募がすでに始まっています。ディジキーの通常版のノベルティ、それかプレミアム版のノベルティのどちらかが当たります。しかもこれら非売品なので、今後同じものが出てくるかどうかは分かりません。5月24日まで開催しているので、概要欄にあるリンクからぜひ応募してみてください。これまでやってきたことを簡単に振り返っていきます。まず最初にやったこととして、ラズパイだけを使って LLM を使った生成 AI を動かしてきました。これは動くには動くんですけども、推論の速度が遅すぎて使い物にならないといった使用感でした。具体的にどれくらいの速度感かというと、使う LLM の大きさにもよるのですが、ラズパイ5のメモリー容量で動く 7B くらいのモデルを使うと毎秒2トークンくらいとなりました。出力が終わるまで待つことができれば OK なんですけども、まあ実際そうはいかないですよね。そこでなんとか生成 AI の推論速度を上げたかったっていうのが今回の動画シリーズのモチベーションです。推論速度を上げるにはどうすればいいか、いろいろ調べてみたところ、 LLM を使った生成 AI では GPU を使って高速に推論するということがやられていることが分かりました。ラズパイのオンボード GPU を使えないかといろいろ調べたり試したりしたのですが、推論に使うツールの関係上、ラズパイのオンボード GPU は使えないということが分かりました。なのでその次にやったこととしては、 LLM を動かす前提でラズパイに外付け GPU を取り付けました。これは前回の動画でやったことです。外付けしている GPU はこちらのラデオンから出ている RX6600XT というものです。この外付け GPU は FP32 ベンチマークの結果だけを見てみると、ラズパイのオンボード GPU より90倍高速で動作するものです。ですが実際 GL Mark II のスコアを確認してみると、ラズパイ5は832、外付け GPU を使った場合は1821となっており、思ったよりも性能は上がっていないという結果になってしまいました。このようになってしまった理由はいろいろ考えられるのですが、その中から有力なものを2つピックアップします。これは前回の動画の中にはない考察です。まず1つ目は CPU の速度が遅いことです。ラズパイ5はそこそこ高性能な CPU を積んだシングルボードコンピューターかと思いますが、やはりデスクトップコンピューターに積んでいるような CPU と比べると見劣りしてしまいます。基本的には CPU、GPU どちらとも性能に見合ったものを使わないとどちらかがボトルネックになってしまうんですね。前回の外付け GPU の動画ですと、 CPU の処理速度がボトルネックになって GPU の速さを活かしきれていなかった可能性が高いです。2つ目の理由が PCIe の転送速度です。ラズパイと外付け GPU は PCIe を使って接続しています。ラズパイ5の PCIe は PCIe2.0×1 なので、転送速度は 5GB トランスファーパーセカンドです。一応非公式で PCIe3.0×1 に対応はできるようですけども、それでも 8GB トランスファー毎秒です。今回使っている外付け GPU の RX6600XT は PCIe4.0×8 なので 128GB トランスファー毎秒です。 GPU の使い方によってはラズパイの PCIe の速度がボトルネックになりそうですね。
ここまでが前回の振り返りと考察です。では実際にラズパイと GPU を使ってですね LLM を動かしていきます。まずこちらがハードウェアのセットアップ構成です。今回のラズパイ5は 16GB モデルを使っています。ちなみにこちらはディジキーで購入しました。技適マークが基板に印刷されていたので助かっています。概要欄にリンクあります。起動用の外付け SSD は USB で接続しています。ラズパイの PCIe コネクタに NVMe ハットを取り付けて、そこからさらにオキュリンクで PCIe 信号を外に取り出します。オキュリンクのケーブルとグラボ用のアダプターがあって、まあこんな感じでね取り付けると外付けの GPU として使えてしまうということです。まあ実際にはねいろいろセッティングとかがあるので、それについては前の動画を見てください。グラボはラデオンから出ている RX6600XT です。 8GB の VRAM を搭載しており、このメモリーの上に LLM のレイヤーを展開していきます。こういった LLM とかですと VRAM は大きければ大きいほどいいのかなとは思います。最終的な接続は見た目はあんま良くないのですが、魔改造感は出ているのでこれで良しとします。ハードウェアのセットアップの他にソフトウェアのセットアップも必要です。ただ動画の中で説明すると長くなってしまいますので、このあたりの詳細については概要欄の一見ブログで説明しているのでぜひ見てください。では早速ラズパイプラス外付け GPU で LLM を使った推論をやってみます。まずディープシーク R1 の上流モデルを動かしてみます。サイズは 7B で 4bit 量子化モデルです。こんな感じで実行すると、はい、今ですねレイヤーを VRAM 上に展開していて、こんな感じでメモリ使用量が一気に増加しています。 8GB あるんですけども、そのうちの 4.6GB くらいを使っていますね。結構メモリ使用量は高いです。何か適当なプロンプトを入力して、はい、こんな感じでなぜ地球には水があるんですか詳しく説明してくださいというのを与えると、こんな感じで結構早く推論してくれていますね。早いですね。 GPU の使用率もこんな感じで、まあ、うなぎ登りですね。だいたい 60%70% くらい使っているという状況です。推論が終わるとこんな感じで一気に 0% になると。ただメモリーの使用量は変わりません。これ推論の速度めちゃくちゃ速くなってるんですね。 CPU で推論をやった時と比較するとこのように天と地ほどの差がありますね。すごいです。次はちょっとモデルを変えてみて、ミストラル AI 社が作った LLM の日本語ファインチューニングモデルを使ってみます。ラズパイで使うにはちょっと大きいかもしれないですね。ニューラルネットは全て VRAM 上に展開できています。 VRAM の使用率かなり高くて 94% を使っています。これは日本語ファインチューニングモデルなんですけど、どうなるのかというと、東京旅行2泊3日プランを教えてくださいと書いています。推論はこんな感じです。なかなかいいんじゃないですかね。東京の見どころあるところをいろいろ書いてくれていますね。結構モデルが大きくないとこういうのってちょっと難しいかなと思うんですけども、まあそれっぽい内容はちゃんと出ていますね。推論の質を上げるためにパラメータ数や量子化ビット数を多くする方法があります。ただこのように VRAM をほぼほぼ、まあ、94% も使っているので、これ以上大きくするというのは無理そうですね。動画の冒頭で VRAM メモリーが多い方がいいと言ったのはこういった理由があるからです。もうちょっと詳しく教えてくださいって書いたんですけども、結構ちゃんとしてますね。ちゃんと時間単位で考えてくれてます。次は軽量のモデルを動かすとさらに高速になるのかも見てみます。魚 AI が開発した日本語 SLM ですね。タイニースワローの 1.5B サイズの 5bit 量子化モデルです。小規模言語モデルなのでメモリーの使用量も結構少なくなっています。実行してみるとこんな感じです。おお、早い。これウェブ上で使うチャット GPT とかと同じくらいの速度出ていますよね。なかなか早いと思います。もちろんサイズが小さかったり量子化のビット数が低いっていうのはあるんですけども、これだけの内容が出てきているのでまあいいんじゃないですかね。ちなみにこのモデル一番軽い軽量なものなんですけども、それを CPU を使って推論するとこのくらいの速度です。先ほどの GPU を使ったものとの速度の違いがよくわかると思います。やっぱり GPU 様々ですね。
ではここまでの結果をまとめていきます。まずは推論速度の比較です。左がラズパイ5だけで動かしたもの、右がラズパイ5と外付け GPU で動かしたものです。判例で色分けしているのがどの LLM を使ったかです。見てわかる通り GPU を組み合わせると推論速度は大幅に上昇しています。ディープシークやミストラルはラズパイの CPU だけ使うと毎秒1トークンぐらい、小さめモデルのタイニースワローは 4.9 トークン毎秒です。ラズパイに CPU を組み合わせると推論速度は大幅に上がって21、17、31のようになっています。この結果を見てみると基本的には大きいモデルであるほど GPU の恩恵を受けていますね。ミストラルネモは15倍ほど高速になっています。一方で軽いモデルのタイニースワローについては 6.4 倍の高速化となりました。次は消費電力の比較です。同じく左側がラズパイ5だけ、右側がラズパイ5と GPU を組み合わせたものです。やっぱり GPU を使う分消費電力は高くなっています。右側のグラフの内訳は書いていませんが、ラズパイの消費電力は常時 5W から変動しませんでした。全体的な傾向としては大きなモデルほど消費電力は高くなるようです。軽いモデルのタイニースワローの消費電力はそこまで大きくないですからね。次はコストパフォーマンスの部分を見ていきます。まずはこちらのグラフ、これは 1W あたりでどれくらいの推論速度を持っているのかを表しています。この数字が高いほど 1W あたりのパフォーマンスは高いです。実際に見てみると GPU をつけた方が W あたりのパフォーマンスは高くなっています。こちらも大きなモデルであるほど GPU をつけた時の恩恵がある傾向です。小さなモデルのタイニースワローだと 1.5 倍、大きいモデルのミストラルネモだと 1.9 倍の違いが出ました。結構ありますね。最後は価格あたりの推論速度です。価格にはラズパイ本体 GPU ATX 電源を含んでいます。こちらも外付け GPU をつけたものが圧勝していますね。また大きなモデルを使ったものほどその効果が顕著に現れています。前回の動画ですとベンチマークで GL Mark II とかを使ったんですが、そのベンチマーク結果と比べると LLM を使った時の方が GPU をより有効活用できている、そんな結果となりました。ここからはラズパイと GPU を組み合わせて使った時に何がボトルネックになるのかというのを考察していきます。前回の動画では GL Mark II を使って外付け GPU のありなしでベンチマークの結果を比較しました。 GL Mark II の場合、外付け GPU を使ったとしても性能は 2.5 倍程度しか上がらず、ちょっとしたショックを受けました。ですが今回の LLM を使った生成 AI の場合ですと、外付け GPU を使うと最低でも6倍、最高で15倍の性能向上となりました。前回の悲しい結果を良い形で裏切っています。この違いはどこから来るかというと、ラズパイ5と GPU を接続している PCIe をどれくらい使っているかから来ているんではないかと考えています。これは想像ですが、 GL Mark II のようなベンチマークではラズパイ本体と GPU を接続する PCIe で高頻度のデータのやり取りが発生しているのではないかということです。ラズパイ5の PCIe は 2.0×1 で、最新の GPU を使うには少し遅いかなといった印象です。なのでPCIe の帯域の狭さがボトルネックになってしまい、 GPU の性能を活かしきれなかったのではないかと考えています。一方で今回の LLM はどうかというと、モデルやニューラルエントは GPU の VRAM 上に展開しました。そうすると推論を実行しているときは PCIe を必要とする通信はあまり発生しないのではないかということですね。このため PCIe の帯域幅が推論のボトルネックになることはなく、 GPU と VRAM の帯域をフルに活かして高速に推論ができたのではないかと考察しています。というわけでラズパイ5に外付け GPU を取り付けて、そこで LLM を使った生成 AI を動かしてみました。推論速度は GPU を使わない場合と比べて最大で15倍になるという割と大満足の結果になりました。 GPU をつけた分消費電力とコストは増えるのですが、それでも 1W あたりの推論速度、そして1円あたりの推論速度は GPU を取り付けた方が高くなっています。こんな感じでなかなか満足いく結果にはなりました。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたらぜひコメントに書いてみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。
動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをおすすめします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。